6月スタートの今日は西日本を中心に気温が上がり、九州では33度を超えたところがあります。大阪でも30度を超えて今年初の真夏日となりました。西日本は昨日に引き続き暖かな空気に覆われていて、朝から照りつける強い日差しによって気温が上がりました。15時までの最高気温は福岡県久留米市で 33.8 度を観測し、今年全国で一番高い気温の沖縄波照間での34度に迫る気温となりました。また大阪では今年初めて30度以上を観測、真夏日になったのは全国で77地点と今年最も多くなりました。まだ体が暑さに慣れていない時期です。熱中症にならないように喉の渇きを感じる前に、暑さを感じたらこまめに水分補給を行いましょう。